前は3、4コーナー中間へ、逃げる7番シャルフジン、並びかけるのは9番のカイル、さらには当番フレールフィーエ、14番リビフェイスが迫っていく、外からは16番キャッスルブレイブ、横に広がって4コーナーから直線、直後内から3番リコービクター、さらには11番ナッチ、逃げるのは7番シャルフジンだが、並んでくるのは9番カイル、当番フレールフィーエ、その後ろから11番ナッチ、後方から13番クライオジニックを追い込んでくる、内を突くのは3番リコービクター混戦、9番のカイル、カイルが先頭に立った、内からリコービクター、さらに外から追い込んでくるのは13番のクライオジニック、先頭9番のカイルだ、9番のカイル先頭、2番手以降広がった、カイルが先頭で今ゴールイン、9番のカイルがダービー馬です。ダービージョッキー本橋浩太、まず国母調教師の今のお気持ちお聞かせください。嬉しいの一言です。ではレースを振り返ってみていかがでしたでしょう。ジョッキーに任せたんですけど、いくらがちょっと強気に行き過ぎてるかなっていうのはあったんですけど、はい、来月に行われるジャパンダートダービーへの優先出走権が与えられました。次走のご予定があれば教えてください。まあ、3歳のうちにチャレンジできるところなんで行こうと思ってます。最後にファンの方へメッセージをお願いいたします。無事に結果が出てよかったです。これからも頑張りますので応援よろしくお願いします。今日はもう僕というよりは馬の調子がすごく良くて、厩舎側の仕上げの凄さだと思います。前回の羽田杯が酒井さんがすごくうまく乗ってくれて、あれがすごくいい経験になって今日の競馬につながったと思います。今日回収馬またがった感じで、本来は2列目か3列目と思ってたんですけど、この状態なら1列目でも競馬自分で作れるなっていうことでポジション取りに行ったんですが、そう感じられたってことは馬も成長していて、まあ、小馬になってからも楽しみな逸材だと思うんで、僕もすごく楽しみです。